皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が参りました。パーソナリティの伊藤奈と申します。今週もよろしくお願いします。もう番組も始めて約3ヶ月経ちまして、いろんな方をお越しいただいているんですけれども、今日はですね、初めてですね、弁護士の方をお連れしております。はい。私はで、その方とですね、まあ、ここでもよく話している、獅子塾と呼ばれるところで、交流会があって、そこで出会った方なんですけども、だいぶ前になるんですけども、実際にリアルでお会いして、その先生の、まあ、弁護士になった生き様だったりとか、そういうのを聞いておりまして、この視聴者の皆さんにも、ためになる話を今日、していただけると、ということで、今日この場に来ております。栃木県の足利で、開業されていらっしゃいます、金子違い先ま生。す。東京の大塚です。あ、東京です。あ、失礼しました。そ東れは京自の宅大塚でで。す。あ、で、やってらっしゃる、金子先東生京を、の大塚です。はい、お呼びしています。じゃあ、金子先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。すみません。ちょっと一部間違えてしまって、申し訳ございま大せ丈夫ん。です。はい。はい。そしたらですね、まず、金子さんの自己紹介を。お願いできますでしょうか。私はですね、今、ネット上の誹謗中傷、いわゆるデジタルタトゥーというやつを、メインとして、メイン業務としております。弁護士の金子勝と申します。私はですね、弁護士になる前、18年間ですね、ゲームセンターをやっておりまして、その時にですね、まあ、いわゆるその当時はですね、かなりもう30年ぐらい前なんですが、民法の女という映画が、伊丹十三監督によって映画化されるぐらい、ヤクザというものがですね、社会的にかなり、多数を誇ってっていうか、かなり多い状態でありまして、私はですね、ゲームセンターをやった時にですね、やはりその、まあ、いわゆるヤクザという方からですね、みかじめ料の請求を受けまして、でも私は絶対お金を払いたくないということで、まあ、ある意味戦った形なんですけども、でその時にですね、やはり思ったことがですね、やはり、なんて言いますかね、やっぱ理不尽な要望にはやっぱり戦わないといけない。で、今回、今私がやろうとしているデジタルタトゥーというのもですね、なんて言いますか、意味もなく、勝手に誹謗中傷が、記事が、上げられてしまって、で、それをどうすることもできないという理不尽さが、その当時の私と、私が感じている大変さと似てるものがあるのかなというふうに思いまして、今それでメインで、対応したいと考えております。以上です。あ、そうですか。はい。ああ、いきなりこう、ちょっと衝撃的な、経歴もあるんですが、ゲームセンターの時に、まあそういった方たちと対峙っていうと、ちょっと怯えて、ちょっとビクッとしちゃうんですけども、それはゲームセンターの会社の訪問の担当として、まあそういう方と対峙することになったという理という解かでよろし私いはんで社しょう長として、か。あ、そう社長いとうして。人たちと対峙する形になったということですね。じゃあ経営やってらっしゃったわけですね、ゲームセンターゲームの。センターを経営していたので、ああ、なるやはりほど、なる経営ほど、者なだるほからみかど。じめ料払えという、その当時は、はまあ、い、みはい。かじめ料払うのが、やっぱある意味ゲームセンターとかパチンコ業界って通常だったので、まあ、今あ、もなあるるのほど、かもなるしれほないど。ですけども、なるほど、なるほど、なるほど、そういなうるほ形でど。す。はい。ああ、そうだったんですね。ああ、じゃあそこをこう、なんとかこう、守ってこられたっていう。まあ、そうですね。まあ、8年間ぐらいは本当にやられっぱなしで、そうだったんですね。警察も弁護士もやっぱり助けてくれなくて、いわゆる、まあ、民事不介入という形で、今だったら別に警察もすぐ動いてくれるんですけども、その当時って本当に民事不介入
まあ本当に全面で、まあそちそらうがです楽か。だったのもあるんだと思うんですけれども、ああ、はいはい。やっぱ動いてはくれなくて、弁護士の先生もやっぱり、まあ厄介事にはあんまり関わり合いになりたくないという思いが結構強かったのかなそうと。ですよね。もう、仕方なくていいことあっていいかどうかわかんないですけども、もうご自身で、これはもうやるしかないというところで、まあ、まあ、そうですね。お金払えば別に簡単なんですけども。いや、ここでお金払ったら、もう私の人生ここまでだなと思ったんで。まあ、そんな理不尽な、暴力に屈してしまう程度の人間だったら、まあ、あまりこの先社長としてやっても大した人間なんないなと思ったんで、自分がどこまでやれるかある意味、試したかったんです。若かったんで。当時まあは、別にもう一度ダメでもやり直せるみたいな。まあそういう状況だった。確かに、まあ、それはありますよね。まあ、ちょっと、相手が相手だからね、こう、我々みたいな、こう、臆病者は、ちょっともう、ヒエッてするような話ばかりではあるんですけども。まあ私も別に臆病者ではあるんですけども、なんかそれ以上になんか、なんか自分信じたかったっていう思いが強いです。そうです。いけ別る。にね、悪いそこれ。としてるわけじゃないですからね。そうそうですね。逆ですよにもうむね。しろある意味正義っていうことじゃないんですけど、ビジネスは別に正義悪っていうのはないんだと思うんですけども、法律の範囲内であれば。まあ、だけどそこの、そうですね。まあ、そうですね。なるほど。そういうね、ちょっとなかなか、過去の登壇者に比べても、ちょっとなかなかこう、衝撃なご経歴があられる方がね、今日来ているので、ちょっと私もビクビクしながら今話聞いてはいるんですけども、本人はすごいいい方ですよ。視聴者の方は誤解を、まかないように一応フォローさせていただきますけども、まあ、そういう経験があるから、この避難中傷に対しての、こう、守っていこうっていう熱い思いが今のビジネスに、こう、つながってるというところで、このビジネスについての、ちょっと解説の方をちょっとお願いしてもよろしいですか？ですね、そうですね、ネット上の誹謗中傷というのはですね、本当に様々なものがありまして、しかも上がるサイトとかによってですね、消すことの難易度っていうのはやっぱちょっと変わってきまして、いわゆる Google の口コミとか Yahoo とか、あるいは X、とか、そういったものはですね、ある意味大手という形の、媒体の場合はですね、まあ、消せるのが、まあ、大体、まあ、一般的に決まっておりまして、本当に名誉毀損だったりとか、誹謗中傷、あるいは個人が特定できる情報だったりとか、そうですね。まあ、前科等々も含めて、あるいはリベンジポルノだったりとか、そうですね、そういうような状態である程度こう、それぞれのサイトごと、まあ、大体一般的に決まってるんですけども、ある程度一般化されておりまして、そこら辺の状態のものはですね、なかなかその基準に沿わないと削除は難しいんですけれども、それ以外の、いわゆるですね、簡単に消せるというサイトとかもありまして、そうなんですだね。から、そうなんですよね。本当にサイトの被害で悩まれている方というのは、なんていうか、いろいろなやっぱタイプの方がいて、で、その中でですね、なかなか消せなかったりとかするサイトに書き込みとかされちゃうと、結構大変な状況にはなったりとかします。そうなんですね。なるほど。よくそういった書き込みで見るのが、就職面談の体験談とか、と、私ちょっとまあ、ある、まあ、上場会社の経理責任者やってるんですけども、まあ、株価の会社の投稿欄に、まあ、いろんなこと書かないですね。そういうのも、まあ、決してもらえる対象に
なるでしょうか。状況によりますし、サイトに本当によりますよね。サイトに、書かれている内容にも、当然よるんですけれども、サイト自体にもよって、本当に全然消せないサイトっていうのも中には確かにあります。なるほど。そうなんですね。まあ確かに株価のところはもういろんなことを書かれたりとかね、本当にしますし、まあ、まあ気にしてはないですけどね、正直。また書いてるんだなって、まあなんかある意味宣伝されてるので、ありがたいというふうに、こちらは解釈するんですけど、この就職の方のね、この面接の時の対応とかが書かれたりすると、ちょっと苦笑いすることもあったりとか、あそこはそうでね、すなんかね。ね、受けても受からないとかね。まあ、それだったらいいんでしょうけど、なんか面接官のことも書かれたりとか、そうですね。すると、ちょっとどうなるかな ってこう、思ったりはね、するんで、まあ、中東も含めてですね。なんかそこら辺のやつもちょっと結構ネットで取り上げられたような内容も、そうなんですね。ありますし、なるほど、なるほど、なるほそうど。なんですよね。やっぱ企業の方もですね、今もう本当にネット社会なので、なんて言いますかね、ちょっと対応に不備があったりとかすると、本当に、企業の方のですね、その後の対応も含めてなんですけども、対応が悪かったりとかすると、かなり企業イメージダウンとかになってしまうので、ただ単純に、書き込みを消せばいいというないことではなくて、もし企業とかの点に関しては、適切な、謝罪等々も含めて、本当に不備があった場合には謝罪等々も含めても対応しないと、確かにイメージダウンはかなり大きくなってしまうかなとは思うんですけども。そうですか、そうですか。なるほど、なるほど。じゃそれが、こうね、組織大きいとこであれば、それなりの体制で、こう、いける一方で、この、じゃそこまで体力がない会社、まあ、その、まあ、いわゆる、こう、街に、いや、存在する、まあ、中小企業の方々に対して、もし、こう言われちゃったりすると、それはそれで、こう、守るものがなかなかないので、まあ、金子さんのような、まあ、スペシャリストが、やはり、もういてくださると、まあ、すごい、その、経営者としては、多分、ありがたいんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこの、中小企業の経営者が駆け込むケース多いんですか？中小企業の私の方でネット上の誹謗中傷というのは多いのはですね、あまり、なんていうか、会社とかとはあまり関係なく、ホストの方だったりとかですね、ナイトビジネスの方が多いですね。やはりナイトビジネスの方、何が、あの、まあ、あの、ナイトビジネスの方が多いだけということではないんですけれども、いわゆるですね、ナイトビジネスの方というのはですね、お客さんは、例えば、わかりやすく言うと、ここの店にじゃあ、例えば飲みに行こうかなとか、ここの店に行こうかなというところに、いきなり行くという方も知り合いのところで知り合いの店だからという形で行く人も多いとは思うんですけども、通常はネットで調べて行ったりとかするケースも結構多かったりすると思うんですよね。そうすると、一番初めの第一印象というのが、店の第一印象というのが、ある意味、結構影響あるので、私なんかもですね、店の方としてはナンバーワン、ナンバーツーに関しては結構力を入れて守っていく、ことをするらしいです。その代わり、なるほど、ナンバースリー以下の場合はですね、そんなに、ある意味、その人たちに、不利益が生じたとしても、そんな店の売り上げに対しては、あまり大きい影響がないと判断されているんだとは思うんですけれども、そういった方で店の方が動かれるケースと、あるいは本人がやっぱそういったものを書き込まれたくないというので、本人が自ら私のような弁護士の方
頼んだり、それでも消せないケースというのもあるので、そういっああ、たなるケースほど。は、はい。サジェストといいまして、おお、はい。見えなくするような、サービスとかもあるんですよね。あ、そういうような見えなくする。形で、はい、なるほど。対応されたりとかしているケースもありますね。ああ、なるほど、なるほど。消せないものは、そのサジェストというのを使そうっですね、て、サジェス見えなく。トだったり、はい。そうですね。まあ、あへる意味だから上がらないように逆 SEO 対策されたりとか、そんななるほど、形でなる対ほど、応なされるてるほど。人も結構、あ、逆いのて。SEO 対策ってことですね。見えなくなする。るほど、なるほど。見えなくする。なるほど。で、そこをね、上げてもらっても対策はたくさんすると思うんでそうですけね。ど、その逆ってことですね。そうですね。ああ、まあ、確かいろいろこうね、攻撃受けちゃうとはね、それでやっぱり信用をね、やっぱり失ってしまうケースもね、あったりするので、ああ、そうですか、そうですか。これってでもネットが継ぐ限りはなくならない案件なんですか、やっぱり。ですね、はい。最近ちょっとはい。弁護士の方に関してなんですけれども、弁護士あ、は業務い。に関しては、来年以降、開示請求が簡単になるので、はい。あ、なる今よりほど。も法律が簡単になってくるので、はい、はい。これに参入してくる弁護士の、数も増えてきますし、とああ、は思いい。ますし、なるほど。それに伴って開示請求をして、慰はい。謝料請求をしたいという流れは、今までよりも大きくなってくるとは思うんですけれども、ああ、なるほど、なるほど。逆にですね、大手企業とかそういったものはですね、もう書き込みがある程度されてしまうのを前提に、そのマイナス部分を逆に上げていって、みんなにですね、そこの部分を明らかにすることで、それに対してこれはこういった理由でこうなってしまったんですみたいな形で、対策を隠すのではなくて、結局隠してもやっぱりまた書き込まれてしまうというのもあるので、そういうような形で対応するケースというのもあると思うので、まあ、時代の流れ的にはあまり気にしないという方向には流れながら、やっぱひどいものに関しては、慰謝料請求とかで対応する流れになっていくのではないかなとは考えています。ああ、そうですか、そうですか。なるほど、なるほど。まあ、こうね、変なこともね、書けないに。まあ、むしろね、あんまり書くのもね、いかがなものかってあったりしますけども。まあ、そういうのもね、ちょっと今後はね、気をつけていかなきゃいけない場面が、ただ出てそくうるですとね。いうところで、何気なく書いたのが、そこにね、激に触れることもね、あるでしょうそうですし。ね。いやー、怖い世界ですね。ああ、記録に残っちゃいますからね、さらに。そうなんですよね。はい。今やったら口で済んでたのが、もう全部こう、なんですよ。ネットにこう、利益まで負えちゃうんですよね。ですよね。そうなんですよね。いやー、まあ、本でもそうしておいた方がいいわけであって、はい。はい。まあ、そういったね、こう、なんか別の道に使うなんて想定もしてないでしょうから、はい。いやー、驚くことばかりですね。はあ、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 はあ。じゃあ、やっぱりその過去のご経験から、守る方に今走ってらっしゃると思うんですけども、はい、あ、はい、あ、うん。結構いろいろこう、いろんな分野がある中で、やっぱりその分野に限定された背景っていうのは、過去のこの思いから守っていきたいというところが、すごく感じているところではあるんですけども。まあ、は弁護士は基本限定という形はなかなかならずに、い。はい、まあ、そこのところ以外の本当に一般的な仕事等と、本当に私がやってるのは本当に多岐に及ぶのは及ぶんですけれども、その中でも、そこに力を入れたいなというふうには考えてはいます。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、この交通事故の手段とであっかもたりそうとですか、し、はい。はい。まあ、場合によっては、まあ、家族間の紛争だったりとか、まあそうですね、もう多いはですし、やっぱ金銭トラブルが、い、はい、はい。うん、うん、うん。金銭トラブルが結構やっぱ多いですかね。まあ、そういうのも、じゃあ、やりながら、いろいろ、本当に。守っていくという、あと、金銭も多いんですね。多いですうん。ね。
確かに金見た瞬間に、ね、そこで突然相続って、争続になって、ありますね。ね、怖いですよ重ね。要。重要ですね、本当に。私も数年前ちょっと相続の仕事をしたことあるので、はい。相続税が出ない案件ほどめんどくさいっていうね、よく聞いたこ とそうあでるんですすけね。ど、よくそういう話は聞きますね。最初はないっていうか分からなかったんですけど、実際、担当してみると、あ、なるほど、そういうことだったんだっていう、こう、改めて、そうですね。なん感か、じた次あり第まですすね。ね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、じゃあもうそういった業務もやりながら、そこまでじゃあちょっとなかなか時間もないんじゃないですか？いや、そうですね。もう本当に、ちょっと仕事の方もよくきっちり、計画立ててやらないと、対応できないなっていう状況ではあるとは思うんですけど、あるんですけども。いや、本当にですね、少しでも早く、お客さんの案件の処理ができるような状態にはしたいなと考えております。そのためにももう、ちょっとですね、いろいろ本当に、無駄な部分はやっぱ何でもそうだと思うんですけども、やっぱ大切なところに、やっぱり何でもそうですけども、集中しながらやらないとダメかな、感じてます。まあよくその経営学の本とかで、ね、トラッカーかな、この第二領域の確保って言い方ありいますけろいろど、そうですまね。さしくそうなんでしそうょでうすね。ね。それあると思います。ね。ああ、それ本当に皆さんにも当てはまるところがあるのかもしれませんし、まあもちろんなかなかね、難しい考え方ではあるんですけども、まあ少しでもね、そういった、力を入れる分野を、こう、まあ、シフトしていくっていうやり方は、すごく、経営としてもつながっていくのかなと思っておりますね。そうですか、そうですか。そうすると、今、先生が書いて、やってらっしゃるビジネスもそうなんですけども、多分いろんな人とこう付き合わなきゃいけないとは思うんですけども、そういったなんかそう付き合うための何か仕掛けですかね、やってらっしゃることって具体的に何かあるんですか？あ、系ですか。まあ、例えば人に会ったりとか、まあ、交流会出てとか、まあ、いろいろあるかと思うんですけども、あと、ホームページをご自身で、まあ、立ち上げそうて、ですね。そうですね。私、この先の集客という点に関しては、TikTok、あるいは YouTube 等々の発信、今まで X の方は、もう半年ぐらいちょっと更新はしてないんですけれども、一応アカウント作ったりとかもしていたんですけども、やっぱり動画がやっぱり一番なのかなと思ってまして、TikTok とか YouTube の方にこの先はちょっと力入れたいなとは考えていて、これが放送されると、時期にはですね、もうある程度、TikTok、YouTube の動画の方も、何本か上げさせていただける状況にはなってるのかなと考えています。なるほど。じゃあ、視聴者の方も、ちょっと時期のタイミングはあるかもしれませんけども、動画でね、先生のそうでホーすムね。ページとかをアップしておきますので、まあ、後でこう、見ていただいて、そうですね。金子さんぜがどんひ、なことやってるのかっていうのをぜね、ひ、見ていただければと思います。先生はあれですか、遠方でも対応可能なんですか？基本はズームで、ズームで、結構遠くの方も、対応させていただいていますし、で、ネット上の誹謗中傷とかそういったものはですね、基本最終、もし裁判とかになった場合でも、通常は東京地方裁判所になることが多いので、なので、別にそこら辺は全国どこでも対応はできます。リアルはなかなかちょっと難しいんですが、そズーうムでであれすば、ね。できま確かす。に。ああ、なるほど。まあ、実際、ズームでもできちゃいますよね。できますよね。全然そうでできちすゃいます。ね。できちゃいますよね。ああ、なるほど。こんなね、心強い方が、いらっしゃるとは、私もつい知らずに、獅子塾と呼ばれるところでね、出会ったんですけども、まあ、本当に運が良かったなって、こう、思いますね。ありがとうございます。
まあ、そんな話をしているとですね、意外とですね、時間って早くてですね、もう早いもんです残り、ね。そうなんです、数分になったはところはあるんですけども、はい。まあ、金子先生にはもう少しね、お話しいただきたいなとは思うんですけども、ちょっと時間の限りもあるのそうですで、ね。最後、これだけは、まあ、重複する部分もあるとは思うんですが、これだけはちょっと言いたいってことがあれば、一言ちょっとコメントいただけたらと思うんですけども、はい。そうですね。私自身、本当に今までの人生、失敗ばっかりとか、そういった状態もあったんですけれども、結構ですね、周りを見渡してみると、助けてくれる救いの手って、結構あったりするんですよね。なので、今、すごく大変で、いや、もうこれどうしようかなっていうような状態の人も結構いると思うんですが、例えば、私がお力になれるような状態であれば当然お力になりますし、それができない状態だとしてもですね、周りを見れば結構自分のことを助けてくれる人は結構身近にいると思います。なので、自分だけが大変だっていう状況は変わらないと思うんですけども、周りに目を向けて、もう自分では無理な状態はすぐ、救いを求めるというのは、いいのかなって考えます。すごいありがたいお言葉いただきまして、ありがとうございます。これ、仕事だけじゃなくね、私生活にも役立つことかなって思いますので、まあ、今日の金子先生の話を聞いて、少しでもご興味ある方は、後ほど、この下に動画で、URL を載せておきますので、ぜひともお問い合わせの方いただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい。今日は、お忙しい中、お越しいただきまして、ありがとうございました。はい、あ以りがとうご上、ざいました。はお金子先生でした。ありがとうございました。い、失礼します。はい、失礼します。